皆さんこんにちは、チョコバナナです。今日はですね、私のニューネイルを紹介していきたいと思います。せーの、ちゃっちゃーん。こんな感じです。ちょっとね、目を凝らしてみると、隠れハート、隠れダイヤモンド、隠れひし形、なんていうんだっけこれ、星隠れクロスみたいなのがあるんですけど、おや、この親指が一番わかりやすいかな。ちょっと真ん中がなってて、外側に向けてじゅわっと広がるようなネイルをしてみました。光の関係とか、あとは私のまだ技術のね、向上がね、まだなっていうので、まあうまく見えるかわかんないんですけど、まあちょっとこちらをね、やっていきたいと思います。冬なのでね、ちょっとなんていうの、ポッって感じ、わかるかな、まあ、冬なのでちょっとキラキラのね、可愛い感じにしてみたので、よかったら見てみてください。それではどうぞ。まあ、使うネイルはですね、ベースコートにこちらのレブロンのクイックドライベースコートを塗っています。これかなり万能なので、まあ、ベースコートとトップコートぐらいは100均とかじゃなく、ちょっと高めのものを買うと、何のネイルを使っても、100均のものでもすごい安いネイルを使っても綺麗に発色してくれると思います。これをベースコートに塗っていて、右手にやっていくんですけど、まずジュードハウスのプレイネイルの255番を使っていて、まず一塗りしました。一度塗りでこんな感じで、もう一回上に重ねるとこんな風になるんですけど、まあ、重ね方とかをちょっとやっていきたいなと思います。ネイルをですね、こんな風な、こうツルツルの上だと後々片付けやすいです。ここに出します。ちょっとたっぷりめに出しておくと後々困らないかな、のぐらい。したら私は親指と薬指にのせるんですけど、まあ、このパーツをのせていきます。今回使うのはセリアで買ったこんな感じの柄のクロスにしようかな。クロスを親指に入れて、ひし形じゃない、なんていうんだっけ、この星っぽいやつ入れます。真ん中ら辺に置くと可愛くなると思います。この上にさっき出したネイルをのせていきます。コツはもう真ん中にたっぷり置きます。これをすくって置く、でちょっと広げる感じです、うん、こんな感じにします。わかるかな逆に初心者なので分かりにくいように、色がはっきりしてないようなものだとか、あとこれはですね、ラメがね、なんていうの、いろんな角度で光るラメなので、もう分かりにくくなってるので、そういうのを選ぶっていうのも、まあ、一個のコツかなと思う。この上にトップコートを重ねていきます。トップコートは、まあ、いつも紹介してるこちらのレブロンのカラーステージェル NB ダイヤモンドトップコートを使っていきます。これね、筆がね、分かるかな、2本になってて、すごいピーポーなってるけど、筆が2本になってて、あの液体をたくさん取ってくれるので、かなりいい感じに塗れます。で、乾くのがすごい早いのでおすすめです。これはめっちゃ硬くなります。そしてこんな感じです。はい、いかがだったでしょうか。こんな感じでキラキラにしてみました。私の技術がまだまだだっていうのもあり、まあ、うまく伝えられなかった上に、そんなうまくないっていうあれなんですけど、セルフネイルもね、あの12月までの期間かなりコロコロ変えてみたいなと思うので、こんなネイルしてほしいとかいう画像があったりしたら、リップとか送ってくれたらなと思います。100均オンリーのネイルもちょっとしてみたいなって考えてるので、まあ、どこのネイルがおすすめとかあったらコメント欄でぜひぜひ教えてください。それではチョコバナナでした。バイバイ。